ヤーグチーズ、コーニッシュヤーグは、牛乳から作るセミハードタイプのチーズであり、イングランドのコーンウォールで作られる。熟成させる前に、西洋イラクサの葉で包むことで、カビが生え硬い外皮になるが食用になる。包んだ葉のすぐ下は、クリーミーで、ソフトになり、中央付近は、ケアフィリチーズのようなもろく砕けやすい食感になる。リンハーデイリーズその歴史的な意味合いにもかかわらず、 ヤーグは、イギリスチーズ復興の時代である1980年代に、伝統的なイギリス植民地様式のチーズをもとに、作られたものである。トゥルーロ近郊のペングリープ農場にある、リンハーデイリーズチーズカンパニーのキャサリン・ミード、デーン・ホプキンスらによって作られた。ヤーグという名称は、1615年の西洋イラクサの歯で包むジェルバーズ・マーカムのチーズの、 レシピを屋根裏で見つけ出したアラン・グレイとジェニー・グレイの名字グレイを逆さまに綴ったものである。このオリジナルのレシピは13世紀に遡ると考えられている。1984年、グレーイ夫妻はこのレシピをマイケル・ホレルとマーガレット・ホレルに売却し、夫妻と共に働いていたミードが販売に向けた開発を始めた。彼女は2001年に ペングリープ農場に二つ目の乳製品工場を建設し、2006年にホレル夫妻が引退すると、すべての生産をリンハーデイリーズに移した。ありがとうございます。